から、もう一遍音合わせをして、で時刻を表示して12時22分5時3、5時4、5時5、5時6、5時7。今度はできてるよな、よし。今これ電波止まってますかね。上り全然行ってないな。電波切れてる。止まってるやだね、汗かいた。なんとか引かずに済んだガオ。復活しないな。一応26分ぐらいになったら。あ、つながった。GoPro なの、テレビ番組でも使われるということで、やっぱりアンドロイドアプリだということになってるね。さっき止まってる時に、なんかうんこネタ好きな人いますね。このうんこ好きが。つながってますね。あれ、また切れたかな。まだ299号に合流してないの？まだ合流してないです。合流したとこで昼飯食って休憩して、で残りは登ります。でも結構来てるな。今1550、これで残り600弱。電波復活したよ。落ちてますね。更新するだけ。GoPro が今でバッテリーが充電できてなくて、途中で2時間半で切れてしまって、で繋いでやり直そうとしたらうまく繋がってなくて、何度かやってるうちに。なんとか。あそこふるさとの名前でしたっけ。あそこです、あそこ。もうすぐ昼飯です。あれ、クジャクショウじゃないかな。昼はレストハウスで、まあなんか適当に。あ、コードわかります。昼ご飯、自炊するときだけですね、それは。店に入るときは、放送局を得るのが多少めんどくさいっていうのと、あと昼飯食うときは、頭も休めておきたいっていうのありますね。放送をもう中断して。よいしょ。これどこもかな。レストハウスはあとどんぐらいだろう。まだ3キロぐらいあるかな。ぐねぐねしてるから、この道は。
まあ13時ぐらいになるかな、もっとかかるかな。昼飯食う時はレスナコメントが運動です。つづられそうですね。そう、アンタル排除。テレビ消すみたいなもんか。テレビ消す。頭も休憩しないとね。頭ですよね。君たちは必須じゃないので。あ、そう、あなた方は必須じゃないので、放送には依存してないつもり。あくまで私が。自分の趣味を人に感染させたいから やってるだけ。こんにちは。Z3 ジャージは何？我々。Z3 ジャージはニコ生自転車部ジャージです。こんにちは。今そのニコ生自転車部コミュニティで。募集してるとこです。希望者は。あの格好で散歩ないのかな今ここは。普通に半袖で下ってましたよね。そう、スカイジャージ、青と青黒とピンク。こんにちは。あれはオリジナルキャラクターです。あざみ先生というプロの方が描いてます。今で濃厚で柳沢くらいはあるんでしょ。柳沢こんぐらいでしたっけ。1600近く。こんにちは。お、こんにちは。売ってるのか我々。まあ、うん、売るというか在庫があって売ってるわけじゃなくて、あばよ、希望者が集まったらまとめて作る感じですね。あ、1500弱でしたっけ。まあでも今日スタート地点が1000からスタートして850まで下って、でそこから登ってきました。キャラハオリジナル。うん、オリジナルです。これ右でいいよな、道なりの方で。ここ合流じゃないの。まだ合流地点じゃないです。あの、自分が見せたい柄ではないからかな。私はこの柄が好きですっていう意思表示だと思うんですよね、あのジャージの柄っていうのは。それかまあ宣伝とかの発売もあるんだけど、青だったら。にしてもやっぱりキャラクター的には、あ、僕も青だったらなと思ってますよ。ああ、この色が。Z さんもこのジャージ青があったら欲しいそうです。青があったら10着は買うのにって言ってます。でも、うん、ああそうですね、そのピンク、あの空の青いのに対してピンクがってことですかね。うん、何のジャージ。でもゲロ水って言われる。ゲロ水は何だっけ。ゲロ水って何だったっけ。あ、初めの一歩でなんかゲロなんとかがいたな。 あだ名がゲロなんとかの人が。家の近所では一枚羽織ります。実は私もゲロ水って言ってる。なんだゲロ水。黄色だったら僕も欲しい。黄色か。 T シャツの左上が一瞬キテちゃんに見える、うん、キテちゃんに。ミルラのジャージは可愛いよ。何何、ミルラプジャージ。ジャージって高いの。ああ、この手のジャージは1万ぐらいしますね。ああ、素材自体がもう結構高くなるはずなんで。絵付きだと少し痩せて見えるね。ん、絵付きだと、あ、柄があるとってことですかね。ああ、もうすぐ1600。ゲロルシュタイナーは
あ、許したの、なるほど。素材は何？秀略だな。アスなら2万は超えるな。1万もするの。アス高いんですかよね。ボってるね。いや、ボってないと思いますよ。あ、これ、なるほど。こんだけサイクリングしてなんでやれないんだろう。ありますね、向こうの方にあの、ケーブルカー、リフトか。ですね。あ、なんか景色良さそう、あそこ。車からわざわざ降りてる人がいる。あ、写真に撮ると空が綺麗だな。見た目よりも。ならないですかね。あ、なんか結構腹減ってきてる感じがする。力が抜けてきてるような。毎日通勤で乗ると食べないと痩せない。放送してない時は全く乗ってないからだよ。そう、全く乗ってないんですよね。需要と供給のバランスね。自転車は運動になるよ。いや、自転車は効率のいい乗り物だからね。あ、効率そうですね。カーボン取りすぎてるのか。うるせえ車だな。おお、おお、景色が開けた。ちょっと画質的に放送の方はあれですけどね。絶景だね。君が壊れた。通勤で毎日乗ればいいのに。笑。通勤でちょっと会社まで30キロは辛いな、都内を。あ、サムネ。そうか、サムネの押さえのために撮っとこうかな。ナイスナイスナイス、すごい件。候補として。ええ。そりゃナイス。登ってきましたね。ブドウ峠のサムネだったのが、ブドウ峠が映ってるサムネに変わる。おお、ですかね、これ。確かにあっちの方ですよね、多分。こっちの南だから。空中感あるね。空中感。あの植物が若干邪魔だな。ちょっと、すいません。いや、サムネの場所じゃないんですけど、似た感じ。え？南郷カーブってあるけど。あります。あ、でも木が邪魔。ああ。じゃあ両方押さえで。あ、さっきちなみに1号カーブありましたよ。はい、下の方に。あ、ちゃんと押さえてたんだ、Z さんもあれ。よし。サムネの画像はちゃんと iPhone にも入れて持ってきてるので、これか。こんな感じか。この辺りか。こんな感じだな。あ、ゴミが邪魔だ。木があの辺りにあって、この辺かな。電波切れたっぽいな。これ邪魔だな。繋がってないな。あれ、通信中になってるな。
あれなんで？こっちは今パタファイに繋がってるような。じゃあ再接続。どうだ、なんか止まっちゃってましたね。上り速度は100台、180、200、あ、まあまあいってる。今戻ってませんかね。リロード、あ、戻ってますよね。リロードください。なんでか、何の説明もなく止まってました。戻りガツオ。よし、いただきます。こう写真は撮りましたけど、やっぱりちょっと違うの違いますね。色的にどうだろうな。雲が今日ちょっと向こうの方多いから。こだわり、あんまりこだわってませんでした。トップチューブぐにゃってます。トップチューブさもね、そうですね、そこでも押さえていきますか。なんか曲流してるな。自転車変えたの？雲多めだね。そう、自転車、チタンの方はフレームにクラック入っちゃってギチギチ鳴り始めたんで、てかギチギチ鳴ってる異音が 何の原因だろうと思ったら見事にクラック入ってました。ふう、ちょっとこれはレストハウスまでもう30分ぐらいかかりそうだから、少しかじっとこう、パンを、この細長い方のパンを。柔らかいな。リンゴとなんとかのパン、赤いのはこれはなんだろうな。チェレステ食、そうそう、あ、チェレステパがあったんですけど、私はなんかシェレステのあの緑色はそんなにでもなかったんで黒いやつにしました。ペイント、いただきます。皆さんも今我々の正確な場所わかんないですからね。多分あれブドウだね。え、あの一番、シェレステの緑は瀬戸内海みたいな色。あ、AR 山、あれのどこか横を通ってきたんですね。てっぺんの、てっぺんは全然行ってないです。あ、チーズとベーコン、チーズとリンゴなのかなこれは。パン屋さんのパンです。これかなりチーズが入ってる。チェレステってサンゴ礁のエメラルドグリーンに近い。エメラルドグリーンですか。あ、空の色、確かなんかビアンキは青葉自転車店にそういうエピソード出てきたような気がするな。ビアンキのが空の色とかいう話は。でも青葉自転車店の話の中で漫画ですけどね、自転車漫画。いまだに第一話が好きだ。自分がやってることと一番近いエピソードなんで。たけしさんがたけし峠に登るっていう話でしたね。うまい。あの漫画見てロデオ買った友達がいい。ロデオ、難しいやつですよ。乗るのがわざわざ難しくてしてある自転車。あれは何が見えてるのかな。多分さっき通ってきた2つ温泉施設があったうちのどっちかじゃないですかね。あれ、ね、あれはゴルフ場のクラブハウス。あ、ゴルフ場か、あれ、うん、奥に見えてます。あれゴルフ場らしいです。あ、画質重視、ちょっと待ってください。
うん、あ、パンうまい。イカ娘の3期見ますか。イカ娘の3期は1期も2期も見てない。てかイカ娘がそんなにものすごい面白さなんですかね、そこまで信者が多いのは。市場にビアンキークロスバイク、うん、カメレオンテさん、ブラが登録以下約。自転車自体か。標高何メートルですか。今標高1600です。高も変わったような、ほうなかなかいい景色だ。あ、カメレオンテ3ですね。いつまで買える自転車には見えない。 GoPro 動画楽しみだな。 GoPro 動画、そうだ、録画ができてるよな。あ、大丈夫だった。あ、踏むではちょっとじゃあやってみますか。今もう休憩中だし、じゃあ一旦こっちは停止。あ、で、カクカクだったんだ。ええ、もう FM エリアがさかなり前の方でもうダメになったんで。ダメだな。行ったかな。あ、行ってますね。ダメでした。ダメでした。やっぱりダメです。画角はこれそんな変わってますかね。今これから320に落とすと、ダメか、あ、本当だ、半分ぐらい。で、せっかく変わってますかね。なんでここまで画角落ちるんだ。全然違いますね。ここまで違うのはなんでだ。ちょっとおかしくないですかこれ。512。単純に解像度が真ん中だけ見てるような状態になってるな。おかしいな。じゃあ512の方で行ってみるか。こんな違うんですね。てか皆さん半分の画角でよく我慢できてましたね。これでいくか。いつの間に、前そうじゃなかったと思うんですけど。素敵。あれそうでした。いや、でも確か画角の話は最近は出てたと思うんですけどね。その昔からでしたっけ。ファイナルされた、そうそう、あの、そのあたりは指摘していただける方がありがたいです。でもこれじゃ320の設定とか使い物にならないですね。今まで使っておきながらなんですけど。と言ってもね、この512設定だと、え、真正面の谷筋が北駅村です。あ、あれが北駅村。あの一番北端ぐらいに我々が宿を取ってた。見えてますね、バッチリ村の全景が。ロボさんが走ってれば道足りです。道足り、道足り。あ、満足か。そう、飼いならされちゃダメだ皆さん。でも512にしたからだいぶ動き悪くなると思いますよ。麦草峠。そう、麦草峠に向かってます。残り標高差500。この脱出者自転車旅行の魅力は伝えられないね。最初から諦めてますから。今は結構動いてる。動いてますか。電波が通るからかな、ここは。あ、ちょっとついで麦茶詰め直していこう。いや、麦茶はどっちしろもうぬるくなってる方のペットボトルになるから、このあとレストハウスで冷たいものを詰め直すためにこっちは開けといた方がいいな。
何を使わない？群れ？どのぐらいぬるまったかな。あ、意外とまだ冷たいな。タオルで巻いただけなのに。中止、そこまでひどいですか。まあレストハウスまでは行きます。あ、 NRE か、ニコ生、あの公式エンコーダーですね。なるほど。うん、チリ結構私はそう思います。夕立は来ないでください。断りだ。あ、よいしょ。超画質、超泥配信くらいの品質はある。泥配信そう、こっちはなぜかあのメルヘン街道、国道の方よりもこっちの方はなぜかハイスピードエリアなんですよ。まあそんな速度出てないですけどね。結構止まりますけど、なぜか国道の方よりこっちの方が電波状況がいい。多分観光地があるからなんですかね。ゴルフ場とかさっきの温泉とか。メンヘラ、今1秒3フレームくらい。1秒3、ああ割と来てますね。1秒に1枚もないくらいかと思ったんですけど。ついてます。ついてるかと聞かれてムカつくのは一時期ありましたね。あの会社で自転車知らない人からスポーツ自転車乗ってるんですよね、ブレーキとかついてないんですよねって言われて、あのそれ自転車乗りに言うとかなり怒る人いるから気をつけた方がいいですよって真顔で言っときました。そう、本当にあの私だからまだ爆発はしなかったものの、爆発する人いますよ。お、なんか曇ってきたな。まだレストハウスまでしばらくありますね。V ブレーキまだありますよ。私のこれは V ブレーキです。カメレオン店の中で V ブレーキついてるやつは3だけなんだったかな。ロードコンポのやつは V ブレーキじゃなくて、なんだっけ、キャリパーブレーキでしたっけ。画質重視の先生が来なくなったね。あれが。音は来てる。もうダメか。1640。お、タスコギだ。
何番まで書いてほしい。あ、何分の何っていうふうに。もうダメと。さすがに絵が入らなくて、音が母だけだと。そう、 V に慣れちゃうと結構ブレーキの強力さに甘えてしまいますね。ああ、涼しい。電波にムラがありますかね。昨夜は Z さんとは楽しんだの。ディスクに慣れると昨夜お楽しみでしたね。怖くて乗れなくなる。なんか下手に近くなってきたな。母は言ってるんですけど、ほとんど勾配がないように見える。昨夜はお楽しみでしたね。確かドラクエですよね、元は。キャリパーになれるとキャリパーで十分になる。うん。これ通常配信ですか。あ、通常配信です。通常配信の解像度高めの設定です。その代わりコマ数がほとんど、映像がほとんどいかなくなる。で、そんな違いはないかな。結局電波あるかないかで。Z さん、夏天に夜は激しそう。笑。夜は、昨日私はもう9時寝ちゃって、1時に一旦目探してまた寝て、で6時に起きました。30分延長しました。レストハウスってこんな上の方だったんだ。真ん中ぐらいにあると思ったのに。標高差的に言うと、もう残り標高差が350、450か。思った以上に車少ないね。あ、車は、いや、私の感覚だと予想よりは多いくらいです。こっちいろいろ施設ができたから通る車も増えたのかな。中途半端くねくねするのかな。うん、くねくね。私は思う。マスメディアが中途半端に面白おかしく報道した結果、いかやく。何の話か分からなかった。前の駅の方が強く握らないといけないらしいけど、俺左利きだかいかやく。延長しましたか。延長読み上げてないな、多分。私からだと分かんないのか。やっぱりカーボンがいいよね。フレームは私の輪行ばっかりするんで、カーボンだとちょっと扱いめんどくさそうです。え、されてない。あ、まだ56分か。この先か。今更だけど新車楽になりましたか。新車は全然楽になったか分からないんですよ。いつのレストラン、先週ですか。あ、じゃあ少なくとも今潰れてはいないですね。延長走ったよ。あ、走りました。フレームはチタンのが良いよ。まあチタンの方がメンテナンス的にはほっぽらかしといても良さそうですけどね。カーボンか。カーボンは軽さですよね、何よりも。カーボンって軽くなかったら存在価値はあるのかな。そうか、しなりとかはあるか。前後ブレーキ逆に改造したら違反。プロはチタンに移行している。前後ブレーキ逆はもともとそういう自転車があるはずです、確か。前に誰かいるぞ。前に誰かいます。昼飯はこの先のレストハウス。もうあとどんぐらいだろう。あと10分ぐらいで着くかな。10年でダメになる。それは私の場合だけだ。
新車は定価84,000、購入額は7万後半ぐらいでした。セオサイクルっていうところで買いました。元住吉店。このビアンキのこのモデルの私の身長で選択できる2種類ぐらいのフレームサイズのうち、黒いやつがあるというふうに書いてあるのは元住吉店のブログだけだったんで、色までこだわってると結構もう入手が難しいですからね。おや、2チャンネルにパナチタンからビアンキに乗り換えた人がレスしてたよ。乗り換えたとレスしてましたね。10年乗っててツーリングに使ってて、でカメレオンテ3の安物化になえるんですけどって書いてありましたね。なえるんだけどか。全く私のことみたいじゃないですか。パナソニックって自転車メーカーでありなのか。うん、パナソニックあります。うん、軽量。うん、案外そうそう、これは私じゃないですけど私じゃないけど、私を語っているかのように見えるタイミングでしたね。ダイミングと内容でしたね。ただまあ偶然同じ人がいたのかもしれないから、そこは断定できないけど、私はやってないです。私の書き込みじゃないです。あの安物化になえるっていうのは、私はそういうのを考えないといつも言い続けてることから分かるように、まあそれも上面だけかもしれないにしたって、2ちゃんで家具にしたってそれはないな。もうちょっとこの私が隠してるかのような書き方しないと、あんまり語りにならないと思いますね。うん、まあ私を語るっていう意図があってやってるんだったらですけどね。もうちょっとあの元の方に見せようと勉強しろ。勉強とか研究かな。そう、必死で否定してるようにも見えますね。ビアンキって有名メーカーなの。ビアンキは有名メーカーですね。ビアンキについての評価はどこか書かれてなかったっけ。2チャンネルはたくさん見せますか。2チャンネルはしかしコアナさんが言うね、うん、コアナ何でもかんでも2チャンネル中心に考えることは良くないね。うん、じゃあ中心に何だっけ道具の良し悪しが重要になるのはそれなりの人だけですよ。それなりの、うん、私も結構それはそう思いますね。ビアンキはかなり古いですよ。比べてもあんまりよくわかんないです。まああんまり変わらないっていう感触ですかね。クロスでロードカモルスレ、私あれタイトル見るだけで泣えるんですけど、あれもやっぱりその速いやつが正義であって、あのカッコつけたり金かけたりしてるくせに遅いやつはバカだとか愚かだとかカッコ悪いっていう考え方に基づいてますよね。まあ別に個人でそういう感覚持つのはいいけどな。まあ私はああいうのはかっこ悪いっていうふうに見える人間ですね。まあかっこ悪いと公言はあまりしない方がいいけど、おお、わら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 、大事なところでトムトです。んあなわらわら、ひび割れがすごい。ひび割れ、あ、これはひび割れの上からなんか タールかなんかが塗ってあるみたいで、何のスレって言ったかな今。これは割れたところに上から塗ってあるんで。じゃあネタは自転車とかいくつか見てましたね。あと今 GoPro。 プロレーサー多いのか、なるほど。イカ娘スレまであるのか知らない。ああ、ジャイアントは考えたんですけどね。何で落としたんだったかな、候補からは。
空気のようににちゃんを吸って読んで。ここも震災あったのかな。いや、これはひびの上から塗ってあるんです、なんかが。塗るんじゃなくて染み出してきてます。え、染み出してますか。これあとどれくらいで頂上つきそうですか。頂上は15時ぐらいになるんじゃないかな、もっとかかるかな。15時16時ぐらい。そう、変えました。前のは暗く入っちゃったんで、フレームに。Z さんとか、Z さんユーザーっぽい。 Z さんどうだろうな。あ、でも確か2ちゃんのスレの話はしてたな。足の膝の前が痛かったらこれこれが原因で、右が痛かったらどれどれが原因っていうのが書いてあるスレがベストスレなんだそうです。今ちょっと中2ちゃんの中では。あ、ありがとうございます。この先で合流かな。アスファルトが爆発しました。笑い。爆発しました。それはどういう。でも最初に膝の痛みって最初に痛みってたような、テンプレにというスレがあるんですよね。熊笹が出てきた。まあ、さっき白樺が出てきたですね。でも高原っぽいけど。暗く、暗く、ああ、暗く。なるほど。読み上げミスされると意味がなくなってしまいますね。ブルーベあるんじゃないのかな。あ、あの蝶々はアサギマダラかミヤマアサギマダラか。焦げ茶色の背景に薄水色の明るい斑点なのかな。あ、ないんですか。向こうのは多分あれクジャクチョウじゃないかな。燃えるような目玉のマークがあるやつ。よいしょ。いかんな、結構消耗してるのか腹が減ってるのか。全然なんか前に進む気がしない。ん、昆虫が何何。私は昆虫好きです。あ、ここもいっぱいいるな。あ、やっぱクジャクチョウだ。目玉マークがついてる。あった、ふるさと。ここだ。ソフトクリームもあるな。ソフトクリームも。よっしゃー。キロメートルは10キロな、十何キロぐらいだと思いますけど、標高差は残り400。ふるさとの森って書いてありますね、ここに。なんか、あ、これです。レストハウス。ソフトクリームから行くかな、とりあえず。足が回らねえ。着きました。じゃあここで放送一旦終わって、レストハウス到着おめ。とりあえず放送再開はですね、本当に峠越えて立科高原のあたりから確か電波があるので、そのあたりからまたダウンヒル配信やると思います。お疲れ様。最後の激坂か。ちょっと黒い雲ありますね、向こうに。どれがメンヘラ？メルヘンはこの先かな。こっからかな。こんな上にあったっけ。お疲れ様です。次は16時17時ぐらいかな。お疲れました。お疲れました。お疲れすめや。お疲れ様です。
こんにちは。どっかそこら辺に自転車止めて。前田です。前は Z さんです。お食事っていう道路の文字初めて見た。わらわら。お食事、あ、なるほど。じゃあここに止めて。標高1700ぐらいですか。1700ぐらいです。よいしょ。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。あ、じゃあこの帳簿で終わりましょうか。うん、道駅。お、見に来てる人いるな。あ、これどこだ、どっち見てるんだこれ。北の方向いてるんだから、小諸とか佐久のあたりですね、あれ。あ、佐久平の辺。やすこが、あ、しまった、ポタワー言ってきた。どこ行った？あった。ちょっとつなぎ直して。来ないな。みんな終わったと思って。いや、放送に再接続しないんですよ。あれ、ここで時間食うのはなんか間抜けだな。あ、来た。サビ、わら、汚い壁だな。よいしょ。すいません、ポタファイ置いてから自転車を、自転車と一緒にポタファイまで置いてきてしまいました。じゃあこれで終わります。この景色で終わらせようと思って今移動したらポタファイ忘れてた。終わってない。じゃあこれで終わります。サビテルダブル壁、うん、ちょっとリロードリロード、最後リロードしてくれ、せっかくこれ見せてるから。いい景色、景色いい、オッ、リロード、オッ、リロード。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。今度こそ終わらせます。じゃあサムネも撮ってね。うん、あ、サムネ、ここ自転車置けないな。じゃあターザン、配信が終了しました。よし、じゃあこれで GoPro の方も終わらせます。ありがとうございました。どこだ、これか。